もよりすっきりと目覚めた朝、今日のラッシュたまたま座れたってこと、仕事がちょっと早く終わってふと飲みに行った。今日もまたトーストを少し焦がしちゃって、電車電話なかなか降りられなくて、昨日もやった仕事もらってなんかだるくなった。どちらも同じ日、笑って泣いてちょい怒って、悩んで泣いてもう忘れて、どれを選びますか。探しているの暗い話ばかりで埋もれちゃうでしょう。大切なことを楽しそうって思える場所にいること、なんか雑誌とか取り上げられまくってめっちゃ美味しいって噂のお店に並んで、嬉しくなって写真なんか撮って怒られまくった。 Oh no もうまくいったアイメイクを見せたくって、出かけたら雲行きが怪しくなって、濡れてしまって下がってしまった、テンション止まつけ、いいこと悪いことぐちゃぐちゃに絡まって、それぞれに顔出してどれを集めますか。大切なことを大人になってしまうと忘れちゃうでしょう。きっと叶うよ、楽しそうって思える場所になること、自分以外悪い思考さよならしちゃって、探しているの暗い話ばかりで埋もれちゃうでしょう。大切なことを楽しそうって思える場所にいること、大切なことを大人になってしまうと忘れちゃうでしょう。楽しそうって思える場所になること、楽しそうって思える人といること、楽しそうって思える人であること。